奥川ちょっともえユスワローズ、明日の中日で全て決まる負け、もう終わりだよこの球団、明日の試合に託された、はい今シーズン終了、最後までひどい、今シーズンお疲れ様でした、ファンをバカにしている、ファンの交通費は返せよ、ゴミくず以下の試合して負けに行ってるんだから、ちょっと足が速いだけのタンダが癒しなんて、ヤクセンは最も嫌うタイプだろう。広島のこのスタメンに負けるってよかったね、若津信者は来年もこの野球を1年間満喫できるんだから、ヤクセンにお疲れ、来年もよろしくな。明日10尾引き分けでもダメ、結局大失速、広島相手にも最後2戦負けてくさ、しょうもない最終戦だった、こんなクソみたいなゲームを見せられても今年のドラフトは全員ピッチャーって言っちゃうのがポジ役 W、 奥川さっさと手術しろや、石井は左腕陣にチェンジアップを教えられないんだろうな、エース交換するのかな今年、連覇したチームを崩壊させて、きシーズンの続投、さすがにもう少し良い試合をしてくれるかと思ってた、がっかりだよ。結局ヤンスワとやらの起用を増やすと負けも増えるだけなんだよな、消化試合にも出し続けて、オスナサンタナ村上壊すの才能だろこれ、全チームに負け越してんだから最下位にふさわしい。ご視聴ありがとうございました。